言い方悪いけど、もうマラハラぶっ壊れてでもいいから俺見てるわっていうぐらいの気持ちに今作る自分かなって。プレイヤーの自分は抑えられないなっていうのが。僕は3月から東大阪に行くので、僕が本当に歌舞伎町大阪を全てのナンバーワンにしたいなって思ってます。ホストを始めた時に、なりたかった自分って何だろうってずっと考えた時に、何者かになりたかったんだよね。あ、お疲れ様です。え、これどっち生まれ。おはようございます。おはよう。お疲れ様です。今日は振付表彰式ですね。予算、なんと3,800万。で、今日一日のためにってことですよね。うん、見せ出せるよね。、うん、この規模の会場でパンパンになるぐらい人が入るって思うと、いざ来るとしみじみ、あ、グループ大きくなったなって。めちゃくちゃ似合います。会長って感じだよね。この格好、うん、思うわ。なんか毎回表彰式で最高幹部の衣装がなんかあると思うんですけど、今回のコンセプトは何ですか。今回は、まあ、きちんとお金をかけよう。前回はカラーデンジャー。そうですね。だから俺グリーンだった気がする。、はい、うん、そしたら俺このまんまサブチャンで従業員ダラダラ撮って紹介するから。で、今日カメラマンもう一人連れてきてるじゃん。ユキトのチャンネルともう一つ並行で右京のチャンネル作りたいから、右京も追いかけてほしい。あ、ちょ、よくないなこれ。え、これ被っていい。よくないこれ。真似してたらお前は誰にもなれないよって思うね。そういう僕らみたいなその気持ちって、皆さん考えてくれたことあります？キモいじゃないですか。見てもいいんですか？人からの。あ、なんかもうそういう指令ってことでよくないですか？なんかもうよくね。です。
うですね、僕のこと知らない人も多いと思うんですけども、ちょっとね、売る第一前線から退いてちょっと勉強してたんですけどね、まだ売れるっていうところをみんなに見せたいなと思って、まあ、特に僕の元で働いてくれてる下の子たちに対して、売れる人も下で働いてるんだよっていう、ね、アピールできてよかったなっていうふうに思います。まあ、とりあえずオペレートは綺麗に回り出したから、マジで忙しそうっすね。ホストクラブのね、予算ってね、もうね、芸能人埋める予算いっちゃってるんだよね。だホストがバブルだっていうより運営がかけるエネルギーが芸能人超え出したっていう、俺も思うのよ。こんだけ看板とトラック保有して芸能人より金かかりすぎちゃうって。このタイミングでトイレ行くわダラダラと渋滞してらんないから。これ並ばんとトイレ入れんかもな。いいんじゃないですか、会長権限ですか。うん、ダメ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 。今すぐ幹部席に戻ってほしいと。幹部席ね、了解。はい、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 はい。わかるんだよな。え、マジか、うん、リュックだからかな。いや、迷ってますね、まだ今年どうするかを。まあ、人に発言することと責任を持つことでさ、自分の在り方ってさ、はい、迷えるじゃん。俺は今日壇上で喋ってたことに結構びっくりしたのね。あ、ですよね、うん、あ、そっちなんだって。でもその右京もいるし、この右京もいる、うん、その右京もこの右京も育てるといいと思う。そうなんですよ、そう思って、まあ、兼業でどちらも一生懸命やろうって考えてたんですけど、いや、なんかそれじゃダメだなって、その分けてしっかりやろうっていう考えの自分をやっぱプレイヤーの自分は抑えられないなっていうのが、まあ、難しいよな。俺もプレイヤー頑張りたいがマジで感情なんですよ、ね、うん、延長上 何のために仕事をするかと何のためにホストであるかが見えた時に大きいんじゃない、うん、はい、うん、そうですね、結構見えてはいたつもりだったんですけど、やっぱもしこのまま上半期とか下半期とかプレイヤーとして結果出さずに他で成功しててもなんか多分自分は納得いけないなっていう、うん、なりたい自分になるものを全部追いかけるといいよ、はい、そして規模が大きくなったら、今までは一つのことだけやれたから120点出せた、どん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 70点の自分と向き合うことになる。そう、そこなんですよね、多分今70点の自分と向き合って、そこにサジを投げないことと70点の自分をサポートしてくれた人たちを大事にできたら、自然と100点ってか気にしない方がいいよ。わかりました。うん、you're
はい、僕たちは東日本ではずっと年間ナンバーワンで3年連続これを取ることができたんですけど、僕の中ではすごく満足いい結果って言ったらまだまだだったと思うし、俺らって目指しているのって歌舞伎町ナンバーワンであって、俺らは1番取れるだろうとか抜かれるだろうとかもしかしたら負けちゃうかもとかってやってる場合じゃないっていうのを本当に全員が分かってほしくて、どう考えても俺会社にいるお前らが一番かっこよくて一番才能あると思うし、全員でついてきてほしいし、全員がそれを信じてほしいなって思うから、して、まあ、僕は東の本店をもですけど、まあ、日本ホスト業界全てにとって僕はナンバーワンを取りに行くって決めてるので、僕は3月から東大阪に行くので、僕が本当に歌舞伎町大阪全てをナンバーワンにしたいなって思ってます。ナンバーワンありがとうございます。皆さん、2022年度もお疲れ様でした。僕の中で去年っていうのは自分の変化の中で激動の1年で、時代、流行りって言葉にこだわって勝つことに執着し続けた2年だったなって僕は思ってました。勝つことも稼ぐことも大切だけど、今自分のやりたいことの延長上にたくさんの人が巻き込まれていって、僕はその人たちの将来をどうやって守っていくんだろう、すごく悩んだ1年でした。ホストって仕事を始めた時にこんなになると思ってなかったし、でも時代の変化なのか僕たちの努力なのか、僕は今自分が関わって生きてきたこの街とこのグループと生涯関わって、そして背負って生きていくことになる、それができるようになったんだなと実感できる2020年でした。ホストを始めた時になりたかった自分って何だろうってずっと考えた時に、何者かになりたかったんだよね。僕はもともと中学校もちゃんと出勤できるような、出勤じゃないね、通学できるような人間じゃなくて、社会に出てもこの仕事に合うまで自信がなかったんだよね、自分に。最近やっと自分の中でこの仕事と10年以上向き合ってきて、やっと一つ自分が何になりたいのかなっていうのが見えてきました。それがこの仕事、この世界、自分が携わったこの世界をもっと良いものにできる人間になりたい。結果とかも大事だけど、何より全員の成功と全員で歌舞伎町とグループを愛してくれることっていうのが必要なんじゃないかなと僕は感じてます。なんで僕はこういった人間になるまでの過程にたくさんの人たちと巡り会えたこと、そして一つのゴールを目指して仕事をできてることなんじゃないかなと、ね、それが僕にとっての幸せなんじゃないかなと行き着くというか、まあ、考えに至らせてもらえた1年になりました。俺たちで俺たちの将来と俺たちのこれから続く人間の未来を作っていこう、そういう組織になりたい、それができる権利を持っているグループ、それが冬月グループだと僕は思ってます。俺たちで俺たちのホストクラブを作りに行く、そこを目指して走っていきましょう。2022年お疲れ様でした。2023年もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。抜けたわ。あ、こんにちは。お疲れ様でした。疲れた。もう無理。疲れた今回。
いやでも熊野さんに今一言ありがとうございましたを言いに来たくて、うんうんうん、熊野さんだけが人より早く来て準備してくれてるじゃないですか。僕らこうやって好き勝手やれてますけど全部熊野さんあってなんで一言言って帰りたいんですけど見つからないんですよ。隣いるよ。部屋寝してたか着付けしてたかぐらいの違いじゃない。なんで熊野さんにやっぱ挨拶をしてから、ね、ちょっと専門じゃないんでやっぱどうしても。だ今日はありがとうございました。すいません美代くんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。というわけでスペシャルゲストも来てくれたんでね。はい、我々今回の動画は何本だけだし取れてた。あ、お疲れ様です。あの動画の後の方が逆に気まずいっていう。あ、お疲れ様です。なんか初めてしこりが取れたよ。最後握手で。じゃあ改めてよろしくお願いします。でもねやっぱホセと話してたの、はい、なっちゃんで再生取った感じ悔しいなと。いや平均10万になったらなっちゃんもやしろ飯。いやあれはでもめちゃくちゃいい動画だったんだ。いや嬉しい。内容が良かった。みんなに知ってほしいのはその気まずいとかじゃなくてなんか自分と真反対の人が尊敬の対象だから切り込み方が分かんない部分は俺もあって、めちゃくちゃこれ正しいかもしれないです。なんていうのかやっと気持ちがこうなってくるまでに、はい、なっちゃんとの関係もあったからなんで。あ、そうなんですか。そこは本当にやっぱ根を植えてもらったことだけは絶対に返すんでちょっと力貸してもらえたら。お願いします。またお願いします、ええ、大阪もまたお願いします。ぜひなっちゃん、いやでもなっちゃんで再生は取りたくない、はい、まあ、俺は10万いくまで。そんな今日は本当にありがとうございました。こちらこそ。いや本当僕らが好き勝手こうやって動画回して言えるのは熊野さんのおかげだ。そこだけちゃんと伝えてから帰るからと、1,2,3,4 ユグドラシルに取られてるんで、まあそういうのも全部僕らがあの直営側が 1,2,3 を取った時はちょっとユグドラシルに運営任せようとして、いや、まあ、そういうわけじゃないんですけど、まあ、あくまでこれを本当にずっとしていただいてたから、まあ、こういった好き勝手もできるんでありがとうございます。ちょっと言いたくてうろうろしていました。いや、いい表彰式やったね。本当に、はい、最大級飛天の間でやれたんでやりきれましたね。来年もこの規模でできるようにお互い頑張りましょう、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ。ただこの後ちょっと会長と一緒してくるんで。行きましょう。ではお疲れ様でした。お疲れ。そしたらまた、はい、お疲れ。